はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていこうと思っています。というよりもね、今回は国会の切り抜きではなくて、まあいつも国会の切り抜き頑張ってるんですよ。当たり前ですよね。国会をやってる時に国会を切り抜かないってどういうこっちゃと思いますから、一生懸命切り抜いてるんですけれども、今回ツイッターに落ちてた動画をね、皆さんに共有したいなと思います。これは見たことある方非常に多いと思うし、最近の動画ではないんですよね。でもやっぱりこれはいい動画だなというふうにも思うし、なるほどな、そうだよねというふうにも思うんです。そういった動画を皆さんに共有したいんですよ。で、どんな内容かというと、藤井先生ですね。藤井先生がインボイスの問題点について勉強会みたいな、講演会みたいなことをおそらく議員会館の方でやったと思うんですよ。まあその時の質問者に対する回答というか、それが非常に良かったんですね。ルサンチマンの話をするんですけれども、でその中で要は弱者救済というワードが出てきてるんです。で、弱者救済を言うと、それに対してね、批判したり文句を言ったりバカにしたりする人いるじゃないですか。令和新選組も弱者救済と言いながら貧困ビジネスやってるじゃねえかというふうにね、立花さんも言ってますよね。 NHK 党のだいぶ叩かれだと思うんです。あれで令和新選組募金とか寄付とか募ってるじゃないですか。あの募ってることを弱者救済を歌いながら貧困ビジネスやってるじゃねえかというふうにね、相当叩いてたんですよ。腹立つわと思って、でね、ちょっと話それていい？最初に。ごめんね、ごめんね。あのね、最近立花さんが NHK 党とみんなで作る党ですかね、民畜党のこう代表権争いとかさ、あと借金争いやってるじゃないですか。知ってます？まあ説明しませんよ。だるいので。で、その立花さんが昔、今言ったように貧困ビジネスをやってるみたいなことを例を叩いてたわけですよ。でもね、ここ最近金回りが良くないんでしょうね。言い出したんです。私に出資してくださいと。私かその私の党 NHK 党かもしれないんですけど、出資してくださいと出資を募ってるわけですよ。今まではね、そういうことをせずにお金を貸してくださいと、で高利子で返済しますということで、年間 5% ぐらいの利子をつけて返済してたのかな。要は貸してくださいと、でメリットは 5% の利子をつけて返すということなんです。でもね、それがちょっとできないようなので、出資をしてくださいというふうに切り替えたんですよ。出資ビジネスに切り替えたんです。でもね、まあツイッターの声とかを聞くと、出資とか言ってるけど、それ寄付と同じようなもんじゃねえか。令和に言ってましたよね。寄付を集めて貧困ビジネスなんか相当叩いてたんです。寄付寄付寄付はあみたいに相当バカにしてたんですけど、とうとう自分もね、まあ、出資と言ってるんですけど、出資も寄付も同じようなもんじゃねえかというふうに叩かれてるわけですよ。じゃあ出資は何ですか、寄付は何ですかというものなんですが、寄付はさ、こっちがお金を寄付しました、見返りを求めずに寄付するということですよね。まあなくなってもいいお金ですよ。リターンは求めないけれども、期待はするねと、頑張ってくれねみたいな感じで政党に寄付するわけですよね。まあそのお金がどう使われようが、自分の手元から離れたもんはもうしょうがない寄付なんで、まあそのことについてもね、立花さんは返金システムを作らなきゃいけないんじゃねえかとか言ってたけど、自分はね、もう借金すげえ抱えてんのに返金できないじゃないですか、返済できないことに陥ってるんですけどね、ほんとブーメラン返ってきてるんですけど、出資と寄付の話と、出資の方は当然出資なので、出資イコール投資同義だと思うんです。だからお金を1000万円出します、あなたは私にどういうリターンメリットがありますか、そのメリットがあるなら1000万円出資しますよみたいな、要は見返りなんですね。見返りを求めてお金を出すことを出資または投資というわけですよ。これっていいんですかね、政治資金的に。見返りを求めるということは便宜を求めるということじゃないですか。便宜を図ってもらうようにお金を出すという行為になるんじゃないかと、この出資に対してはね。おそらく立花さんは頭がいいので、その出資法とかいろいろ勉強して問題ないとは思ってるんでしょうけれども、結局さ、その出資する人というのは見返りを求めて出資する、それが出資ですからね。お金を貸すという行為はね、もちろんメリットは利子がついて戻ってくるんですけれども、元金が保証された上で利子が来るんです。でも出資の場合には1000万出資したから、まあ、1000万円以上のリターンが見込める場合もあるし、1000万円
円のうちの 10% のリターンが見込めるということもあると思うんです。どの道でそのリターンがある便宜を図られるということが出資だと思うんですよ。もうそういうことをやってるので寄付ではないと。寄付はもう渡したらもうね、何に使われようが文句は言えないわけですよ。もう金が自分の手元から離れた時点でもう何も言えないわけですから、そうではなくて一応出資という形はしてるんですけれども、あんだけさ令和新選組の貧困ビジネスとか寄付のこと叩いておきながらさ、ね、どうなんですかと。まあその話と関連付けてはいないんですけど、ふと思いついたんでね、弱者救済ということ、これについてね藤井先生がこう講演で話している内容、この内容も言いたいんですけど、やっぱり僕が喋るよりも藤井先生の言ってることを聞いてもらった方がね、なるほどなと思うし、改めて見てもね、そうだよなというふうに思うとこ多々あると思うんです。僕はこのね藤井先生の話を聞いて頭に思い浮かんだ人物がいるんです。パッとこいつやというふうに思った人物が一人いるんです。著名人なんですけれども、誰だと思います？3、2、1、せーの、ホリエモン。ということでね、藤井先生の話を聞いたら思い浮かんだのホリエモンだったんですよね。わからないよ、みんなわかんないけど、でもねそんな風に思い出す方もいらっしゃると思うし、藤井先生の話を聞いてね、改めてね、やっぱり弱者救済って大事なんだな、そういう意識を持つ、イデオロギーを持つって大事なんだなという風にね、改めて思いました。だから令和新選組すげえなという風に思って、まあその辺も含めてね、この藤井先生の動画ご覧いただきたいと思っています。弱者救済というと切れるやつが出てくるんですね。切れるやつが出てくるんです。あの消費税止めるとか言ったら、なんやこいつ、なんや気持ち悪いな、あの気持ち悪がら張るんです。ストップインボイスとかやったら気持ち悪って言って気持ち悪がら張るんです。あの大阪では例えば大阪都構想おかしいやろって言ったら気持ち上がる、あの大阪の人いっぱい言い張ったんです。これ何なんかっていうことなんですけど、実はこれは政治学ではっきり分析されてる理論がありまして、それはどういうことかっていうと、昔は、ルサンチマン、というのは要するになんか恨みですね、怨恨、ルサンチマンっていうんですけど、怨恨というものは貧困した人たちが、貧困の人たちがお金持ちに対するルサンチマンというものが社会全体を動かすものだったんです。でこれがずっとね20世紀の後半までずっとルサンチマンのその怨恨、怨嗟というものはですね、呪いというものはですね、貧乏人から金持ちに行くものだったんですけど、20世紀後半の1990年ぐらいからですね、80年とか90年ぐらいから今度は金持ちから貧困に向かうようになったんですよ。逆転したんです。これは政治学で知られてる著名な現象で、なんで逆転したんかっていうと、こういうロジックなんですよ。あの所得というものは再分配すべきであって、お金持ちが応の負担で払えるんだからたくさん払って、貧乏人はあんまり払わなくていいというのが、これが昔の制度だったんですけど、でそれはそういう制度になったのは、もともとその前に絶対王政みたいなものがあって、貧乏人が搾取されてめっちゃ金持ちやったところが民主主義になって、あのお金持ちからお金を貧乏な人に配っていくということで平等を達成して、国民国家としてみんな仲良くなるということになったわけです。そうすると国民が統合するんですね、一億総中流とかつって、それでずっと来たんですけど、それで来てるとですね、80年代ぐらいから納税をたくさん 30% とか 40% 払ってるやつらが、なんで俺らがこんだけめっちゃ金稼いでんのに、俺らがこんだけ金稼いだ金で、それで俺は俺のために稼いで、俺の才能があるから稼いでんの、なんでこれで全然働きません、貧乏な100万とか200万とか稼げんで、大体働きもないようなやつに、なんで俺の金が使われるのあかんねんと言い出しよったんですよ。これはね、アメリカで特にそのウォール街だとか、そういうなんかもう高級ビジネスマンたちですよね。こんなもん、なんで俺があんなもんで、俺はもっとドンペリノみたいねんと、なんとかヒルズ住みたいねんと、上級階住みたいねんと、そやのになんか税金3割も4割も取りやがって、私はまだなんとかヒルズの下の方にしかおれへんやないかと、どういうことやこらと、それもこれも全部わけのわからん消費税反対やとかインボイス反対とか言ってる、あんなもううじ虫どものせやないかと、こいつら思い出した。でこいつらがテレビに出る、政治家になる、新聞に記事書く、で学者になる、本書く、で番組やる、論説員になる、ほいで六本木行って飲んで、ほんまのクズ野郎どもために税金払うの腹出しまんなという、でまたテレビ出る、で世論作ってったんですよ。これがね、日本だけじゃなくてアメリカを中心に起こってて、これ逆ルサンチマンが起こってるんですよ。もうこれ福沢諭吉が言いましたけど、人間の感情というものは全て前向きに活用できるけども、唯一前向きに活用できない感情があると、それは何かというと恨みであると。
このね、恨みの亡霊というかね、この悪魔のような悪霊とですね、我々戦わなあかんわけですよ。ルサンチマンって最も恐ろしいもんですから。ということで我々はルサンチマンを持たずにですね、正義のもと戦っていくことが必要ではないかと。我々に必要なのはその議論と同時にその聖水によるエクソシストが大事なんじゃないかと。彼らの恨みをこう成仏させてあげないとダメなんだというふうに政治学的には考えているところです。大変素敵な質問ありがとうございました。